数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は、息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。俺は貴様の兄ラディッツ、そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ご飯を連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た？待ってたろ、虎の子取り返しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってるのか。身の程知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強かいいっちゅうもんじゃねえさ。こっちには作戦があんだ。こうまで負けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。見えたな。だけど今やるしかねえ。ご飯はオラが助ける。マヌケは珍しいぞ。そらそら、もっと苦しめ。うわあ！お父さん！
まだそんな力が。は、離せ。今だ。早く。そう来るだろうと準備していたろせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。ぐっ、失敗しな。兄、ラディッツとの戦いで死んでしまった孫悟空は天界に住むという海王様に会うべく長い長い蛇の道を駆けていた。あそこだ、あそこに海王様の家があるんだ。サイヤ人の来襲に備え海王星での修行が始まるのであった。6ヶ月後、ついにサイヤ人が地球に迫る。ぐしゃぐしゃに潰された息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。孫悟空の静かな怒り。そういや、もう一匹バラバラになったチビもいたっけな。そうか、チャオズマ。許さねえぞ、さらベジータ、
助けてくれ。ベジータ！動けないサイヤ人など必要ない。天下分け目の超決戦。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。どうかな。落ちこぼれだって努力すりゃエリートを超えることがあっかもな。努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。変身してぶっ潰してやる。後悔するがいい、カカロット。弾けてまだれ。なんだリョウ、何をしたんだ。貴様はもう終わりだ。なんてでけえ気だ。多分オラの気を全部つけ果たさねえと勝ち目がねえ。オラの気全部と地球の元気玉を食らわしてやる。海王様との修行で得得した元気玉を準備する孫悟空であった。どうだ、手も足も出まい。このまま握りつぶしてやる。にゃーん、何か嫌がるな。どこだ。お父さんを離せ。なんだ、カカロットのガキか。わざわざ父親の最後を見に来たのか。炎山。よく見ておくんだな。跡形も残らんように潰してやるから。うわっ。
バカ、もう一人いることぐらい気づかんとでも思ったか。残念だったな。もう一匹いやがったとは。見せろご飯の底力。貴様ら、俺を怒らせてそんなに死にたいか。だったら望み通りぶっ殺してやるぞ、ゴミどもめ。悟空のくれた元気玉。当たれ！な、何？はあ！はめけん成功！そいつは味方だ！やっとの思いで倒したサイヤ人であったが、残された力で宇宙船を操り自分の星へ逃げ帰ろうとしている。畜生、俺が無様だ。殺されたみんなの恨みだ。体が言うこと。死ぬ！待ってくれ！こいつを貸してやってくれ。私が悪くんのは分かったけど、頼む！ほら、もう一度そいつと戦えて、この次は絶対にベジータを倒してみせる。ほら、ほら、一人にやらせてくれ。このゴミどもめ、今度は貴様らに気はないぞ。悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。すまねえクリリン。死んだみんなを生き返らせることのできるドラゴンボールがナメック星っていう星にあるらしいんだ。ブルマたちが先に探しに行ったんだけど。誰にも邪魔はさせんぞ。
ドラゴンボールは私のものです。次回ドラゴンボール Z、 いざナメック星へ。みんな待っててくれよな。